インターネットコミュニティ、またはウェブコミュニティとも呼ばれるオンラインコミュニティオンラインコミュニケーションはメンバーが主にインターネットを介して相互に対話するコミュニティコミュニケーション。オンラインとは、つまり端末装置がインターネット回線などで接続されていて、その制御下にありデータのやり取りが即座に行える状態。またはインターネットなどのネットワークにつながっている状態の ことであり、オンラインコミュニケーションとは、そうした状態における個人、または団体間で、情報を伝え、共有することである。最近では、ソーシャルネットワーキングサービスにおける、文字チャットやビデオチャット、またブログなどでの投稿のやり取りなども、抗議にオンラインコミュニケーションの一つと捉えられている。コミュニティのメンバーは、通常、共通の利益を共有している。 多くの人にとってオンラインコミュニティは目に見えない友達の家族で構成され家のように感じるかもしれずさらにこれらの友達はゲームコミュニティやゲーム会社を通じてつながることが可能オンラインコミュニティに参加したい人は通常特定のサイトを介してメンバーになり特定のコンテンツやリンクにアクセスする必要があるがメディアライフが 平均的な日に完全に統合されている今日の社会と経済においてオンラインコミュニティは本格的な文化に橋を発している。オンラインコミュニティはメンバーが投稿、ディスカッションへのコメント、アドバイス、コラボレーションを行うことができる情報システムとして機能でき、医療アドバイスや特定のヘルスケア研究も含まれる。一般的に人々はソーシャルネットワーキングサイト、 チャットルーム、フォーラム、電子メールリスト、およびディスカッション掲示板を介して通信し、日常のソーシャルメディアプラットフォームにも進んでいる。これには、Facebook、Twitter、Instagram などが含まれ、人々はビデオゲーム、ブログ、仮想世界を通じて、オンラインコミュニティに参加する可能性があり、出会い系サイトや、仮想世界で、新しい大切な人と出会う可能性がある。 Web2.0 ウェブサイトの人気の高まりにより、他のユーザーとのリアルタイムのコミュニケーションと接続が容易になり、情報を交換するための新しい方法の導入が容易になる。しかし、これらの相互作用はまた、社会的相互作用の衰退につながる可能性があり、他の人と話すより、否定的で軽蔑的な形を体積させる可能性もある。 新しくインストールされたバージョンの IPV3.46 のスクリーンショット。ありがとうございます。